阪神オープン戦スタメン先発村上頌樹 DH 熊谷わらわらわら指名打者熊谷で前川後で出てくるよ今日のスタメン去年と同じやね DH 熊谷は中野くんのケツ蹴り上げるためかそれともデータではだってるん別に DH はついでみたいな打線だから今日は本番モードなんだろう投手並みの打力ってことでランナーいるなら送りバント用意んかなまあまずはノイジーかさすがにマーヤからといって今年も安泰どころか死にに火がついてる状況に変わりはないけど前川もノイジーもシーズン入った好チャンスは与えられると思うしそこで結果を残したものが優先的に起用されていくだけや熊谷打席と春に譲る場面ばっかやったからよかったわ最近打撃好調やしアピールやノイジー最終テストやな今のは打てないようじゃ守備固め要因でいいよ絶対最終テストには思えんよな謎の DH 熊谷以外はガチやなソフトバンクのスタメンほぼ日本代表経験者やし名前だけでビビるわ4番至上主義やめては大山3番佐藤4番みたいな阪神のスタイル的に左翼主戦はノイジーの降参高いわな前側はめちゃめちゃ打つか守備向上させないとで国上は厳しいよく言われるノイジーは打率1割でクリアだけど他は5割以上じゃないとアピールにならないってね DH ノイジーレフト前側で見たかった DH には投手ぐらいの打撃能力のやつ入れてるんやろだから熊谷つまりこれがベストメンバー前川起用さん DH 枠も熊谷に奪われてしまう糸原はもう一軍確定やろ左投手だから熊谷を試しやまあ熊谷もダイソーから打席入る場合もあるからある程度打席立たせなあかんやろ糸原の優先度は高かったけど前川は途中から打席かな今シーズンはライダーでも出そうやなノイジーはよく延命だとか言ってるけど不死だからなつか DH こそ前川や高寺試すいい機会よねこき下ろすわけじゃないがなんで熊谷 W 今日は勝てよご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。